ピカチュウ。ピカチュウは、ポケットモンスターシリーズに登場する種のポケモンのうちの一種。最初に選ぶ三種類のポケモンではないが、アニメでは、主人公のパートナーとなるなど、その愛らしいルックスから人気が出て、日本国内外問わずポケモンを象徴するキャラクターとなった。血種類をモチーフとしたポケモン。分類は、ネズミポケモンとされるが、ネズミよりもむしろ、 ハムスターやリスのような頬袋のある動物をイメージしている。ポケモン図鑑に記録されている標準的な体長は0.4メートル、体重は6.0キログラムである。体毛は黄色、背に茶色の縞模様があり、耳の先端は黒い。また、尻尾は稲妻のようなギザギザの形をしており、付け根は茶色くなっている。メスは尻尾の先端が二股に分かれている。 ただし外見上の精査はダイヤモンドパールで初めて表現されたで、それ以前の作品では見られない。方には赤斑点に見える電気袋と呼ばれる電気を生成するための器官が備わっている。戦う時は体当たりをしたり、尻尾を叩きつけたりするほか、この電気袋で作られた電気を放出して相手にぶつける十万ボルトや雷で相手を攻撃する。 尻尾を掴まれることを嫌い、むやみに引っ張る者には噛みつくこともあるという。硬い好みでも電撃で焼いて柔らかくしてから食べるという知恵も持っている。また、電気ネズミと呼ばれると機嫌を損ねることも。また、何匹か集団でいるとそこに猛烈な電気が溜まり、稲妻が落ちることもあるらしい。田尻聡の日本国外におけるインタビューによれば、ピカチュウの名前の由来は、 光が弾ける時のピカとネズミの鳴き声の中の組み合わせである。一方、デザイナーの西田敦子はリスをイメージしてデザインし、中は響きでつけただけであり、ネズミポケモンと後付けしたのはタジリであるとしている。多くの登場キャラクターやポケモンの名前が日本版と日本版以外では異なる中にあって、ピカチュウは表記は違えど、万国共通で発音がピカチュウである。 これは日本側が全世界でピカチュウの名称を統一するよう要請したためである。鳴き声も世界共通であり、現在はアニメゲームともに声優の王や行方である。英仏読でピカチュウ、中国語簡体字で、普通語、ピン語と関東語でカイエール式、米カチュウ、韓国でパイカッチ、アラビア語ではビ、カ、ティーシュと表記される。 ピチューが十分になついた状態で、レベルアップすると進化するほか、関東地方の時輪の森などで、野生の個体が手に入る。アイテム、雷の石を使用することで雷中に進化する。比較的、攻撃、素早さが高い反面、防御よ、特防といった防御面の能力は低い。特攻は、攻撃に比べれば、平均的。金、銀からは、アイテム、 電気玉を持たせることで、特効が2倍に上昇し、攻撃面に限っては進化後の雷中をも超えることができる。エメラルド以降の作品ではこの、電気玉をピカチュウに持たせて、育て屋に預けると、ピカチュウ系統のみが覚えられる技、ボルテカーを覚えた、ピチュウの卵が入手できる。ピカチュウから、エメラルド及び、外伝の、ポケモン不思議のダンジョン青の救助隊、 赤の救助隊まで、レベルアップで覚える技は不変だった。ポケモンスタジアムでは、リーグ戦の最終戦に出場させてクリアすることで、波乗りを覚えさせることができる。ポケモンコロシアムでは、主人公のパートナーミレイのソフローガンのパートナーとして、登場、バトルシーンを見ることができる。シャドウ戦闘員のコアップと、古墳奮闘するも、相手のダークポケモンである、カポエラーに負けてしまう。 また、予約特典の拡張ディスクを所持していて、特定の条件を満たすと、電気玉を持った LV10 のピカチュウを入手することができる。ポケモン不思議のダンジョンシリーズでは、主人公及びパートナー候補、パートナーとして選んだ場合の性別アニメに、登場するサトシのピカチュウと同じくオスで一人称も、僕のポモンの一種として登場する。攻撃技の少なさを、 サポート技の豊富さで補っている。しかし、レベル1の時の能力が HP を除いて、すべて1、レベル100になっても HP 以外のステータスはピチューを、下っておりステータス面を見れば、ポケモンの中心キャラとは思えない礼具ぶりでもある。しかしにマス先の敵を攻撃できる、電光石火、部屋全体の仲間を倍速にする、高速移動、地の探検隊、闇の探検隊では、 部屋全体の敵を攻撃できる、放電、など、当ゲームにおいて、非常に役に立つ技を覚えたり、弱点も少なく、レベルアップによる能力の伸びも良いことから、字の探検隊、闇の探検隊の主人公、パートナーポケモンの中では、トップクラスの強さを持つ。また、ピカチュウ元気で中や、ポケモンチャンネルピカチュウと一緒、ポケパークウィーピカチュウの大冒険といった、 派生作品において主役を飾った。5、拳ポケントーナメントではバトルポケモンの一匹、一部のモーションで鉄拳シリーズの主人公の一人、三島平八の格闘技を使用する。また、今作ではマスクドピカチュウというメスのピカチュウも使用可能で、性能は大きく異なっている。スマートフォン用アプリポケイモン GO ではピカチュウ版及び、 XY 以降の作品同様に泣き声に王やイクエの声が使用されている。野生児の出現率が他のポケモンに比べて低くなっている。また、達成率を示すメダルの一つとして、ピカチュウの捕獲数によって得られるピカチュウ大好きクラブが用意されているほか、相棒ポケモンにピカチュウを選んだ場合、最初の時点ではトレーナーの横に並んでいるのが 10km 歩くと、 肩に乗るようになる。名探偵ピカチュウでは人を理解し、主人公のティムと会話をすることができる。だが、ティム以外の普通の人には、ポケモンとしての鳴き声にしか聞こえない。声は、大川通る。大乱闘スマッシュブラザーズシリーズでは、マリオやリンクなどと共に、シリーズ前作で初期キャラクターとして登場。声優は、サトシのピカチュウと同じく、 王や育方が担当。色変え時の体色の変化は控えめで、帽子やバンダナなどを装着する。この中には、ポケモンシリーズの主人公が被っていたものも、含まれている。前編を通して、スピードキャラ的な位置づけ。とはいえ、それほど制御が難しいわけではなく、比較的初心者でも扱いやすいキャラクターとなっている。スピードで相手を圧倒しながら、 ダメージを蓄積していくのが基本戦法。必殺技、電撃の存在が大きく、牽制としても優秀。上必殺技、電光石火や横必殺技、ロケット頭突きは、復帰に使え、慣れてしまえば確実に復帰可能。投げ技からのコンボが繋がりやすかったり、体格が小さいため攻撃が当たりにくいのも長所。また、下必殺技、雷は、 作品を追うごとに当たり判定、吹き飛ばし力が強化されており、最大の武器となる。一方で吹き飛びやすく、技のリーチも短い。スマッシュ攻撃、メテオ攻撃は当てにくく、吹っ飛ばし能力はいまいち、ある程度使える、当てられる、技が限定されており、逆転負けの可能性が高いのが短所。大乱闘スマッシュブラザーズ X より登場した最後の切り札は、 オルテカー。あらゆる地形を貫通して10秒間ほど、自在に動け、攻撃ボタンを押すと放電して、攻撃範囲が広がる。全キャラの切り札中で、トップクラスの攻撃力を誇るが、制御に難がある。大乱闘スマッシュブラザーズ法ニンテンド 3DS、Wii U では吹っ飛ばし力が抑えられたが制御しやすくなり、相手を場外へ追い出す戦法が可能になった。ただし、 場外で切り札が解除されると無防備になる。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルでは、カラーバリエーションとして、メスのピカチュウやマスクドピカチュウを選択できるようになった。また、最後の切り札、ボルテカーの仕様が変更され、無防備に落下するリスクがなくなった。アニメでは、サトシのピカチュウ以外の別個体のピカチュウが出ることは、少ない。しかし、 ゲストとして登場した時には重要な役割を果たしていることが多い。無印十八はピカチュウの森では野生のピカチュウの群れに遭遇した。ピカチュウの群れははじめはサトシのピカチュウを敬遠していたが、サトシのピカチュウが群れの一匹である小柄なピカチュウを助けたことから、ピカチュウとサトシたちが森を抜ける際にエールを送った。声優は西村ちなみ、川田太子など。 アニメが放送された際、主人公のサトシが最初にもらって、物語の中心的存在となったことをきっかけに、小中学生を中心に、絶大な人気を得た。後に、ピカチュウを扱ったキャラクター商品が多数、発売されるなど、ポケモンを象徴する存在となり、やがては、ニンテンドや、さらには、日本のゲームというもの全体を象徴するシンボルのように扱われようになり、 社会現象を巻き起こすこととなった。その工具ぶりは、劇場版ポケットモンスターシリーズの名称が、ピカチュー・ザ・ムービーとされていることからも伺える。バンコク共通で発音が、ピカチューであり、またアニメ版の声優も、日本側の要請でごく一部の作品を除き、王や行方の声がそのまま使用されている。このためアフレコ字には、王やのピカチューの身別取りとなっている。 王屋が一時休業した際も、王屋が声優を担当していた、マネネには大役が立てられた中、ピカチュウの声は過去の音声のサンプリングで対応された。初期のデザイン、原作及び、初期のアニメ版のものと現在のものでは、顔つきや体つきが多少異なり、当初はもっと詩質つきが良く、2から3等身だった。しかしアニメの放送が続くにつれ次第に細身になり、 三から四等身になっていった。このようなデザインが一般に定着したこともあり、その後ゲームの方でもアニメ版のデザインが取り入れられるに、至りた。ポケモンカードでは、ピカチュウのカードは種類が多く、一番初めに、月間コロコロコミックの付録として、プロモカードがプリンと一緒に配布された。第一弾、第二弾、ジャングルと連続で登場した数少ないカード。 波乗りピカチュウや、空を飛ぶピカチュウなど、後のシンバリエーション、悪いシリーズや、PCG のデルタ種など、の先駆的なものがある。なお、波乗りピカチュウは水属性デッキに、エネルギーの色を増やすことなく入れることが、できる電気ポケモンとして、空を飛ぶピカチュウは通常は、弱点とな、いる、格闘属性に抵抗力を持つ電気ポケモンとして、重宝された。ただし、 これらは、雷中には進化できない。第1弾のピカチュウの HP は40、攻撃にはかじる、攻撃力10、電撃、攻撃力30、コイントスをして、裏が出たら、自分に10のダメージである。DPT2B、字の果ての絆でイラストを変更した上で再録された。2009年1月現在、公式大会で使えるカードは次の通り、ないは、 プロモカードのコレクションナンバー、投資番号を。ポケットモンスタースペシャルでは、レッドのポケモンとして登場。ニックネームは、ピカ。また、同作のイエローも所持している。ニックネームは、チュチュ。その他の作品でも主人公のパートナーとして描かれることが多い。穴、クボ版の漫画や、電撃、ピカチュウなどがこれにあたる。 他の作品でも必ずと言っても良いほどの比率で登場し、中にはポケットモンスターピピピアドベンチャーのように主人公を務める作品もある。当初はカードゲームを中心とした企画だった波乗りピカチュウや空を飛ぶピカチュウは徐々に関連ゲームでも存在するようになった。波乗りピカチュウはサーフボードに乗った姿、空を飛ぶピカチュウはいくつもの風船を使い空を飛ぶ。 姿で描かれており、企画当初の頃の月刊、コロコロコミックでの付属、ステッカーでは白い翼をつけているものも見受けられる。当初はこれらの特別なピカチュウを受け取る手段は抽選配布に限定されていたが、後のポケモンスタジアムでは一定条件をクリアするとピカチュウが波乗りを覚えることができ、ポケモンボックスルビーサファイアでは進化前のピチュウが 波乗りを覚えた状態で生まれてくる卵をもらうことができる。ポケモンバトルレボリューションではエンディング後にショップに追加される秘密の贈り物をダイヤモンドパールに贈ることで波乗りピカチュウを入手できる。またポケモンセンター横浜の移転時にも波乗りを覚えたピカチュウが配布されていた。ダイヤモンドパールプラチナ発売後のイベントやキャンペーンではプレゼントや あくびを覚えたピカチュウがそれぞれ配布されていた。また、前述の通り、ハートゴールド、ソウルシルバーに付属するポケワーカーの、お出かけ、コース、黄色の森でも、波乗り、空を飛ぶをはじめとする通常では覚えない技を覚えた、ピカチュウを入手することが可能である。派生作品においては、ポケモンカードギガバイトでは、実際のカードと同じものが、ゲーム内のイベントで手に入る。 ポケモンスナップでは条件をクリアすると、空を飛ぶピカチュウを撮影することができるようになる。ポケモンカードゲームリー PT2B、地の果ての絆では最高。レアリティではあるが、波乗りピカチュウ、空を飛ぶピカチュウが再録された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。